書か,かれていることも嘘が多いですで、それはすごく古俗なやり方を使うんですよ例えば 誰かのスキャンダルをやったとしますよねで、そしたら噂話とかいろんなものたくさん載ってるんだけど一、うん、つとか二つとか主要となるネタについてだけ聞くんですよでじゃあ夕方5時とかまでに回答してくださいこれ週刊誌全般がやるやり口ですけどそうするとちゃんとコメントに答えてる感じになるじゃないですか、うん、例えば否定するのは否定するだし 浮気を認認めめるるなら認めるでもそこには本人が当てるっていうんですけど当てられてないさまざまな嘘の噂話がたくさん一緒に載るのでだからその一つ例えば不倫したという事実とかねそれだけが真実だったら他のありとあらゆる雑多な単なる噂の切り取りでしかないようなものも真実だと読者には見なされるわけね。うん、全部信じちゃ書いてあることでも 枝枝ってて言うんんでですすけどその枝派が印象を決めてるんですよ例えば松本人志さんが「俺のこう梅やって行った」ってことになってますけどあれ本当かどうか分かんないじゃないですかでもすごく脳裏にこう刺さるでしょ私なんかね本を書く人間っていうのは人間の多面性を知ってるからいろんなところから見ると違う人に見えるとかっていうのも分かってるけど週刊誌はもう最初結論ありきだから自分に都合の悪い人間の多面性は絶対に描かないわけ。 で、しかも、嘘も載せるから、うん、そうすると、こういう人だなっていう印象がそうでそれ。僕の同級生とかも、週刊誌にいっぱい行ったんですよね。うん、文芸集計者にもいたし、ね、でも、僕一番印象深かったのは。うん、新潮社の、もう、今、なんか、フォーカスに行った、やつの、もう、目つきの変わり方ね。ああ。わかる、わかる。大学生の頃は、柔和な顔してたのに、もう。うんうんうん <laughs> 目つきがく鋭くなっちゃってフォーカスいたらそうなるでしょう辛いと思うフォーカスはまあすごいですよ頑固鋭くなっちゃうなんかこう一面だけを報道してるのもわかりますけどこう見る側としてはやっぱ火のないところに煙は立たないじゃないですけど多少はなんかそういうあるんじゃないかとは思っちゃいますけどねさっきの枝葉っていうのには嘘が結構混じってるというかそれが人々の重要な印象を決めるんです